こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。もう一度リフォームしたい場合、By、MI さんよりいただきました。ついにレポート公開です。お知らせです。リフォナビライブラリー、リフォナビチェックシートブック、各種チェックシート、ぜひ。 どうもこちらを活用すするポイントぜひシェアさせていただきますね画面のこちらのリフォナビ画面、ライブラリポチッと押すと見るべき動画の順番、さらにはもう夏暑いですよね、遮熱断熱、節電ガラスごと、まさに MI さんもこれちょっと検討したんですが、本当はやりたかった、うん、どういうこと。 トイレ洗面所の南側にある、こちらビフォア洋室です。父がやっていた小さな会社の備品の残骸が置いてある部屋でした。南のベランダにサンルームがあります。うん、洋室から見たトイレ、トイレの左に脱衣場があります。玄関です。シューズボックスの向こう側、うん、タンス部屋で廊下を挟んで和室が並ぶ、そんな間取りでした。マンションですね。和室です。 8畳と6畳が普通までつながった大きい和室に南側のベランダに沿って、障子で仕切られた縁側がありました、うん。元のキッチンは変形 L 型とも言うんでしょうか。こちら、うん、針を挟んで L 字型にコンロとシンクがあります、うん。これね、メーカーは旧ヤマハです。置き型食洗機がありますが使っているところを見たことありませんでした。水切りかごになっているんです。 L 字型キッチンのカウンターを挟んで南側に長くリビングダイニングがありました写真はリビング側ですこんな間取りなんですね結構大きいですよねうんうんこんな感じでで間取りは元の6畳8畳の和室を普段過ごすリビングにすることです 極力廊下をなくすことを最優先で、私が3パターンほど考えた原案をもとに、リフォーム会社さんと細かく打ち合わせをして決めました。今日はこのプランの図面が主な、えー、いろんなところでのフォーカス、よく覚えておいてください。後ほどもまた出てきます。お風呂はサイズも1216のまま、TOTO のマンションリモデル WT シリーズアクセントパネルはクリアライトグレー。浴槽も床もホワイトです。扉はヒドで、 えー、このドア外タオル掛けをつけました。まあ、見た目さざななんですが、少し WT、えー、普通の、えー、とマンションシリーズよりリーズナブルですよね。最初、浴槽を甚大にしようとプランしていたんですが、FRP に戻して、その分の予算で洗面台に即等器、もうすぐにお湯が出るという形。えー、給湯器からの遠いので、お湯が出るまでに膨大なステンミスが出てしまうため、これをつけました。いいんじゃないでしょうか。 浴室乾燥も鏡も棚もコンフォートシャワーバーもタールバーもなくすっきり手すりとランドリーパイプだけつけました鏡は元から不要派で他は山崎実業タワーのお世話になっていますもうこれやっぱ皆さん、えー、マストじゃないでしょうかフローケと、えー、フロイスがもともと使っていたものをそのまま使っているのでそのうちマグネットでくっつくものに買い替えたいと思っていますトイレのり、えー、入り口にある洗面台 えこちら、脱衣場に移して、入り口のドアの開口を広く取りました。大きいですね。うんうん。手洗い台、移設したので、元の場所の壁の方に、シューズボックスうん、これを設置しました。後ほどで、これ、これ。 ここなんですよ。予算のこともありますが、将来故障したときにメンテナンスがしやすいように、TOTO のペンキとベンザ、こちらの分離型、一体型、えー、ネオレストじゃないってことですね。音が過去にベンザを割ったことがあるんです。なるほど。床は3月のクッションフロア、壁紙は3月 s p 9 7始メるルアクセントクロス、時はア、紙巻き機、TOTO の立ち座、楽、えー、棚付き、2連換用機縦型の手すりも付けましたよ。壁紙、かわいいじゃないですかね。あのね。うん。で、 右にちラみしている、これ収納、パナソニックのシューズボックスです。建具もパナソニックのベリティスでホワイトアッシュで揃えています。タオル家けは摂取支給の山崎、えー、実業。そうなんですね。で、ここから間取りの話。容赦ウィークイーンに、えー、いたしました。カーテンで見えませんが、内窓が張ってます。ここはガラスコーティングにしたかったのに、夫がどうしても内窓にすると言って譲りませんでした。 えー、婚礼ダンスは処分して、えー、メタルラックでハンガー吊り下げ収納にいたしました。床は台のお気に入りの3月のフロアタイルのこのダブルデー1106。本当はキッチンに採用したくてチョイスしたんですが、凹凸にあるためこちらにチェンジしました。こちら、3月フロアタイルダブルデー1106。うんうん、これ採用してる方も結構いらっしゃいますね。扉左のクローゼットはもともとありましたが、扉をロールスクリーンに変更。 こう C、見えづらいですがドアを出た左の壁に一番のお気に入りのアクセントクロスが貼っております。シンコール BL うんこれ かわいいんですよ、小鳥さん。うん、こんな感じでね。えー、壁を抜いてシューズクローゼット部屋にしました奥のところ、ドアのすぐ向こうにスイッチニッチ右側ありし、えー、新しいキッチンへ続きます。本当は玄関ドアとつらい時の予定だったんですが、部屋の下にコンクリートの土台があり取れないとのことで段差なので、シューズクローゼットではなく、玄関、収納毛、本部屋、その一つとして使っています。 こんな感じ。本がいっぱいあるんですね。玄関反対側に天井までのシューズボックスがあります。アクセントクロスはリリカラ LV2462。かくれんぼミッフィー、どんな感じこれ、アクセントクロス、リリカラ LV246V。うん、こんな感じで。あら、いましたね。ミッフィー、かわいい。こんな感じで。うん。ニッチの中は LV3344 です。そして、こちら。押し入れの場所は移動せず、 ふすまをロールスクリーンに変えました。うん、こんな感じで。ドアは半透明のガラス入りで、玄関側に光を通すようにしています。押し入れ左側は仏壇がありますが、カーテンで隠しています。掃除機も置いています。なるほど。えー、縁側部分を広げ、えー、面格子で仕切った、えー、南側は本棚スペースになっています。和室の手前はリビングで、ここに天井までの えー、仕切りドアがあります。左に少し、えー、映り込ませてる。あ、引き戸ね。立カのプレイスイングにしようか。最後まで迷いましたが、通常開けっぱなしなので、と、えー、壁と同一化させる感じでパナソニックのベリティスにしました。他も建具は同じベリティスシリーズで揃えています。和室の手前はリビングになっていまして、ここに天井までの仕切りドアがあります。左に少し映り込ませています。あの部分ですね。 うん、こんな感じ。ここから見た感じのところの写真を撮っていただいてましたね。なるほど。うん、立川のプレイススイング。こちらの方を迷ったということでした。で、こちら、キッチン。んえー、キッチンの、えー、場所を変えています。元のシンクの、えー、部分に壁を抜いて、もともとタンス部屋だったところをキッチンにしています。タンス部屋だったんですね。この形。ここから見ると、こんな感じ。わかりますかここ。これが、そして、 どんこんなな感じになってまもともとのコンロ部分は可動棚をつけてパントリーに向かい側にキッチンを移動キッチンはクリーナップのラクエラステディアでプランを提案していただいてさらにネットでカタログを見たり情報収集して私の中では本体ステディア機器ラクエラで行こうとほぼ決めていました安くする方法ですねそして、リフォーム会社の担当者さんの案内で初めてショールームに行きました。ショールールムに行き 立てたプランの確認だと思い込んでいました。これは間違いだったと、後に、えー、リホナビで思い知ります。ある程度決めていたこともあり、ステジアの一番下の引き出しを、えー、そこから床に手を入れるとかねしか引けない問題を実体験し、あっさりこれはやめようと、すべて楽屋にすることに、やっぱこう、 上にある方がいいってことこですねテン板ステンレスシンクのビコートはつけました必要最低限なランクの換気扇と IH コンロも予定通りですでも後日やっぱりコンロ下のすぐ下の引き出しにフライパン立てて入れたい一番下はストック入れにしたいから高さいらないかもと思い一人でリクシルのショールームへ行ってシエラとノクトで同じ条件でプランを作成していただきリフォーム会社さんへ送付してこれらの見積もりを作っていただきましたこの少し前ぐらいに山さんに出会い即ゴールド会員になってこの件を含めて相談させて いただき始めた動きですリクシルは薄見つけカウンター人材天板が素敵だったのでステンレスと両方プランをしていただい、えー、たのですがどれにするか剥げ上がるほど悩んだ <laughs> なるほど <laughs> 悩みましたねリフォーム会社さんの割引性の高い方つまりラクエラを選びました、えー、正直これで決めないと決まりきれなかった、えー 決まりきらなかったというところです。でも結果的には良かったかなと思います。うんうん。割引率、やっぱ楽ラ,ラの方がいいんですね。楽ラ,ラリニューアルの話を聞くまでは、ああ、なるほど。これはもうタイミングの問題でどうしようもない。なるほど。良かったと思ったけど、本当は今の新しい楽、えー、ラ,ラ見ると、うん、私こっちが良かったということですね。気に入っている、今の免罪の色が新しい楽ラ,ラではなくなってしまうこと、値上げになることから、我が家にはこれで良かった。えー コスパ、重、え、視、ー、っていうことですよね。えー、これで良かったっていうふうに思っています。うんうん、こんな感じで、こんな感じ。うん、カップボードも楽エラです。キッチンの面材はユイルグレーにブラックのライン取ってですが、カップボードはリビングから見えるので、メインのフローリング、アサイウッドテック、アネックス色は、えー、モカエルムに合わせて、カフェウッドモカの色にアイアン調のバーを合わせました。こんな感じ。かわいいじゃないですかね。釣りとの下にオープンダラが、えー、絶対欲しかったので、 造作でつけていただきました。パナソニックの棚板で、グレージュアッシュの色がちょうどほぼ同じような色目で、釣りと下の棚とシンクへのオープンダラに採用。シンクへのオープンダラの天釣りシェルフ。これですね。上手こ、えー、 製作所工作所これ先よく出てきますね。キッチンの手前のところにカウンターテーブルがあり、それも同じ色で仕上げていただきました。カップボードのオープン部分の壁紙はリリカラの LV2459。よく見ると、タイルの中にミフィの顔あるんですかそんなの。これに合わせてミフィの小物もついでに買っちゃいました。見てみたい。リリカラ LV2459。わかりますこれ。なるほど。かわいいじゃないですか。テンション上がりますね。これ。 えー、さらにフロアタイル。床は田島のフロアタイル WCR756。柄はありますが、表面は凹すかなく、切りやすそうなのでキッチンに採用しました。柄がひし形になるような貼るか、えー、流し針に貼るのか悩みましたが、流して貼った方が、くどさがなくていい感じになりました。いや、これいいじゃないですか、ね。かっこいいですね。素敵キッチンバンデルは愛花工業のセラールです。もちろん壁いっぱいに貼ってありますが。 コーキング仕上げたので上から下までマスキングテープを貼っているんです。えー、あれ、マスキングテープを貼ってるあとなんですね。もともとリビングダイニングだった場所は真ん中の、えー、壁を仕切って私とおってそれぞれの寝室、別室にしました。うん、こんな感じでね。で、エアコンの風を通すために、えー、ツールボックスの、えー、室内窓を、えー、設置しました。これか、これ、ここね、うん。で、夫のいびきはうるさくて眠れないので和室の方で寝ています。あ エアコンが一つだから、そっちを通すために、この室内窓を開けて、 そこでやろうと思ったらうん、何のことない、いびきうるさくてダメだと、どこかにつけたくて仕方なかった室内窓を感じよく採用できたのはよかったんですが、想定外でした、寝るのが和室になっちゃったっていうことですので、ではアンケートいきましょう、マンション築34年、お風呂メーカーは不明、トイレはとう,とう洗面台宝、キッチンはヤマハでした、リフォーム会社の案内で、リフォーム会社さんの案内で、リフォーム会社さんの主導でということですね、提案のクリナップへ、その後思うところがあって、て、 尋ねました先ほどの理,理由ですよね。手に、床に手を入れる。悩みに悩みましたが、ステンレスシンクにすることは決めていたので、やはり継ぎ目なしの一体型ステンレステンバーとなれば、ステンレスなクリーナップという感じです。両向けさんの割引率、えー、クリーナップの方が良かったというところが決め手です。これが間違いだした。うん。 ネットカナログだより、ショールームはリフォーム会社のプラン提案して、実物確認のために、えー、担当さんに連れて行っていただきました。とうとうクリーナップキッチン。これが大間違いだったと、後にリホナブルさんを知って、後悔、反省することになりました。うん。で、キッチンに関しては、後日自分だけでもリクシルを訪れて、アナザプランも立てていただきました。トイレとお風呂は、 えー、とうとうだったことに加え、私の職場の同僚さんの、えー、家業が水張り工事の会社さんをされていておすすめとうとうということで、えー、決定的となりました。 えー、キッチンはコスパを最重要視しため、えー、したため、クリーナップリクシルの2択で考えた結果、クリーナップラクエラにし、食洗機が入れられないことも、えー、入れないことも多かったと思います。ラクエラは深型が当時入らなかったのでっていうことですね。三社に相見積もり。ネットで比較サイトはあちこち見て回り、近隣の評判の良さそうな会社三社に相見積もりを取りました。要望希望を書いた用紙と間取り案を作成し、三社とも同じものを渡して出してきて来られたプランと見積もりの予算から決定しました。エアコンの位置で決定。 3社とも、えー、訪ねてこられた達夫さん、とても感じが良かった、どの会社にお任せしても安心できそうでした。最後まで2社で迷ったんですが、エアコンの位置で私は決めました。えー、こちら、エアコンの位置がすっきりしたのが決め手だった。もう1つ、とても気に入ったプランを出してくださった業者もあったんですが、エアコンの場所が隠蔽配管しないと目立って仕方ない場所だったので、隠蔽半杯は避けたいと採用しなかったもしこの業者さんのプランにしていたら、プラン通りできなくて困ったことになっていました。実は壁を縫 え抜いてドアをつける場所は解体し目だったブロック耐火域だったので施工していただいた会社のプランではドアをつけても壁でもどちらでも良い間取りだってよ助かりました予算的には真ん中だったんです本の収納スペース一番こだわったのは本収納スペース、えー、の確保でしたガラスコーティングしたかった えー、南側のベランダ名に吐き出し窓のせいで、夏は地獄のような灼熱地獄、最上級の内窓を設置、プラン決定前にガラスコーティングをし,し、えー、採用したかったんですが、夫が絶対内窓と譲らなかったので断念しました。<laughs> なるほど。間取り最優先で、古ノベだったので、とにかく間取りが最優先で考えました。それはそれで良かったのかもしれませんが、リフォーム会社さんを選ぶ前に、ショールームを待って、実物の実機を見て比較、内装もある程度決めてから、リフォーム会社を選ぶリフォーナ方式でやってれば、 逆にもっっととスムーズだったかなと配線しています、えー、運よくリフォーム会社の担当者さんもとても良かったので満足いくリフォームになったんですがリフォーム方式でもう一度リフォームやりたいと思っています。あなるほど 楽しかったんでしょうかね。とにかく、ショールーム巡りは必須です。そうですね。うん。コスパ重視。ほぼスケルトンリフォームになるので、コスパ重視です。その中で、いかに満足できるようにできるのか。あと、本と DVD が多いので、これらの収納スペースを作ること。すべての窓に最上級の内窓を設置しているところ。窓が、えー、南側に広く大きな吐き出し窓が並んでいるので、夏は地獄の暑さになる。そのおかげで、夏になってそこまで地獄は味わっていません。 まずはイメージ、後ほど、えー、別バージョンでキッチンの収納のことも投稿したいのでその時に詳,詳しく書きますが、声を大にして言いたいのはまずはショールームに行きまくってイメージを膨らませて固めてです。実機確認のためにショールームだと捉えていた1年前の自分を殴りに行きたいです。<laughs> なるほど、えー、そういう意味でのもう1回やりたいんですね。リ両鍋方式の原種、損種、えー、何度でも言いたいです。あーなるほどね、もう一度リフォームしたい えー、満足できるリフォームになりましたが、もう一度、もう一度別の部屋でもリフォームやりたいです。ありがとうございます。今回のリフォームで活用したサービス、LINE で質問、お深い参加。そうそう。でも、エマイさん、あの、 楽エラに決めて、も,うもっと早くリフォナビ知ってればよかったってね、いろんなその、えー、いろんな話、私、楽エラの形で行ったんですが、いろいろ皆さん見ている中において、今回あの、京都のオフ会も参加いただきまして、まあ、皆さん、やっぱりそういうね、リフォームの思いがどん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 膨らんでますよね。リフォナビラジオ、リフォナビライブラリ、チェックシートブック、活用いただきました。もっと暮らしを楽しもう、各種チェックシートです。大切な業者選びを、リフォナビがサポート、ご縁結び、続々こちらご相談いただいております。全国対応しております、ね、あなたの地域 まずつなげますので、ご相談まずいただければというふうに思います。お申し込み3ステップ、カルテに記入、ヒアリング、ご紹介、えー、あなたに合った業者、医者をおつなぎさせていただいております。リホナビ、リホナビ画面、ライブラリ、まずは、えー、もっと暮らしを楽しもうのチェックシートブック、手に入れてみてください。 QR コードを読んで LINE 登録で定期的にプレゼント配信していますよ。ぜひ山さんの友達追加、コメントスタンプくださいね。ということで、今日お届けしたのは MI さん、ついにいただきました。ありがとうございます。またリフォームしたいんですね。ということで、えー、素敵な、えー、使った収納なんかのレビュー、感想も待ってます。ということで、いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい対策。ありがとうございました。間取りプラン、変更してますね。